で、なんでね、こんな黒数字が出ちゃうのって言ったら、普通すぎてね、普通すぎてうさんくさいみたいな。でも普通で良いでしょ。弾くといいって消費者が思ってるから弾くコーティング剤を作るわけだからね。この水引きね、この水引きを皆さん、この水引きに慣れてくださいね。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。ゆうきです。はい、今日はですね、GR ヤリスガチ洗車、はい、第2弾ですね。そうですね、前回はですね、この足回りをですね、綺麗にしましたと、はい、タイヤ外してホイールハウスとかね、車庫調のショックとかね、はい、あのキャリパー、ブレーキキャリパーとかね、ことごとく綺麗にしました。ここが綺麗になった。もうこれなんかあんまりビューティフルカーズと関係ないけど綺麗になりましたと。はい、で次はですね、ボディをね、はい、洗っていくという動画になります。そうです。ちょっと愛知往復700キロとか走ってきて汚れてますんで、ボディをしっかり洗っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは使うものを説明していきます。はい、基本的にビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているこちらのものを使っていきます。はい、あまり特別なものはいらないです。でカーシャンプーですね、弱酸性カーシャンプー、コロイド洗浄剤、虫汚れリムーバー、果実酸クリーナー、ウォータースポットリムーバー、タールピッチリムーバー、イージークロスコートナノ、イージークロスコートプラス、はい、そして洗車スポンジ、切れ目が入っている傷つきにくい洗車スポンジ、はい、使い古した洗車スポンジを半分に切ったもの、はい、はい、そして縁なしのマイクロファイバークロス、あとはマイクロファイバークロスの S サイズ、はい、ここまで全部ビューティフルカーズのオンラインショップで売ってるものです。そうですね、まあ、それ以外で言うと、まあ、コストコで買ってきた安いクロス、はい、はい、ニトリル使い切り手袋、はい、こちらはワークマンさんで私たちは買っています。そうです。はい、黒くてかっこいいんです。あと厚くて切れにくいです。そうですね。その他には15リットルのバケツ、はい、ホームセンターで売ってるものです。さらにダイソーで売っているコップ洗いとペットボトル洗い、はい、はい、そしてこれは使い古しのクロスを切ったもの、はい、インダストリーコーアさんのブタケのブラシ、小判ブラシ、はい、だいぶ年季が入ってます。これ500円ぐらいで、ね、そうですね、ネットで探すと売ってますよ。2000円ぐらいで売ってるところもありますけど、本来500円ぐらいですからねこのスポンジはビューティフルカーズのオンラインショップ、はい、売ってます。で何でもいいんです、柔らかくてこれぐらいの大きさのスポンジであれば。そしてこちらは航空内ケア用のスポンジ、そうです。これは何か隙間スポンジです、はい、はい、こんな感じでやっていきます。はい、お願いします、はい、ではボディ洗ってきます。はい、あの愛知県往復してきたんですけど、はい、ちょっと雨とかも降ってた関係であんまりね虫がいなかったんで、そんなに汚れてないですよ。そうですね、これぐらいですね。これぐらいですね、うん、じゃあまず水をかけていきますね。はい、じゃあね、水道水でいいんですね。もうここは手際よくやっていきますもんね。そうですね。皆さんお悩みのね、白い車のありますよね。ドアハンドルとドアミラーの下のお決まりの黒筋があります。さあどうなるんでしょうね。ホイールハウスが、もうホイールハウスとホイールが綺麗だから気分が良くてしょうがないです
めちゃめちゃ綺麗にさっきなりましたからね。めちゃめちゃ綺麗だからね。いいね、なんかもう気分がいいね。すごい綺麗に見えてないけど見えてないんだけれどもね。そしてここのね、ちょっと唯一大きい虫、はい、あでもね、だいぶ落ちるでしょ。だいぶ落ちましたね。でね、一気に落とそうとすると、はい、あのよくないから水でねふやけていきますからね。はい、取れていきます。だいぶ取れてきました。もうだいぶ取れたね。でこういうふうに当てると塗装によくないから虫だけ飛ぶように斜めから。もうほとんどなくなりましたね。ちょっとだけ残ってるけど。そしたらシャンプーですね。シャンプー作ります。弱酸性カーシャンプー。カーシャンプーです ね、 これね、まあ、バケツの中吸いであげたら、はいね、砂とか入ってるといけないんで。そうです、ね、15リットルのバケツにこれを2周ぐらいですね、はい、30ミリリットルぐらいですよ。水入れて泡立てて、泡ばっかりにならないようにあとは水を入れていきます。そうですね、だいたい7対3ぐらい、おいしい生ビールぐらいの割合にしていきます。泡が滑らかに洗う、摩擦を減らしてくれるけど、はい、実際にそのスポンジをすすいだりするのは液体の部分なので、泡だけでもいけませんし、はい、液体だけでもいけません。まあ適切な比率っていうのが。そうです。でこの泡をね最後こう弱めのジョロでしっかり潰してあげるときめ細かくなります。もちもちですよ。もちもちになります。このビューティフルカーズのシャンプーはね、はい、でこの泡が消えませんからね。そうですね。そしてですよ、そしてですよ、はい、コロイド洗浄剤をですね、はい、このあ虫を、そうちょっと虫がねちょっとだけ傷んでね、この辺のねついてましたね。コロイド洗浄剤をちょっとかけておきます。いやいつもねささっと最初にささっとだからホイール結構いつも時間かかりますからね。そうですね、いつも時間かかるホイールなんですけども、今日はそこに2時間かけちゃいました。いつもまあだいたい10分ぐらいですよね。そうね。で、もうがっちり洗車って言ってもね。そうです、ね。別にこのボディはね、もういつも通りでほぼいいんですよ。だってこれで綺麗なんだもん。まあ、特別なことしなくても。そうです。水しみ落としのウォータースポットリムーバーとかも別にこの車には必要ないですね。まあ、水しみがないからですね。ないからですね。水しみがついてる方は、まあ、使われた方が良いでしょうけど、純水使ってね洗車しているとですね水しみつきにくいですからね。そうですね、まあ、たまにちょっとした気になったものがついてる時があるかもしれないぐらいですよね。そうですね、そういう時はどうしてもそういう時はウォータースポットリムーバーも有効ですけど、本当僕はこの車にほとんどウォータースポットリムーバー使ったことないですね。あんまり使ったの見たことないでしょ。ないです。いつもほとんどこれでね済んじゃいますから。そうですね、基本的なものしか使ってないですね。そうです。でまずねこの上面ですね、横も洗っちゃうとその砂をね引きずってこう目立つ。そうですね、上面にですね、下回りはもう汚れがすごいですからね。そうそうそう、上に洗車傷がつかないようにまずはね砂ぼこりが少ない裏面から洗っていきますね。ガラスに手を置くのもポイントですね。ああそうですね、ボディにね手をね触れない方がいいですね。いや塗装面先ほども言いましたけど柔らかいですからね。そう、塗装は柔らかいんですよ。本当に塗装は柔らかいですから。これ意外と皆さん知らないんですよね。そう、知らない、意識してないって感じですよね。
まあ、シャンプー乾いちゃうといけないんで、やっぱこうスピードよく、そう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 、本当にね、ここばっかりはねスピードよくで、乾きそうだったらもう一回ね純水でねもう流しちゃって、そうですね、はい、でここから横ね、ここから下ですね、いよいよ。まあ、この動画のぐらいのスピードでやっていただければ大体大丈夫ですかね。そうですね、でも屋外とかだとやっぱ乾きやすいから、はい、ちょっとね流しちゃえばいいですよ。あ、そしてここね、さっきのクロス地があったとこ、ね、クロス地どうやって落とすんですかって質問が多いんですけど、ほら別に洗えば落ちちゃいますよ今もうこのないですよね。ないです、もうないんです、まあ、この状態にお車を持っていくっていうのも必要ですけど、ね、まずそうですね。でなんでねこんな黒筋が出ちゃうのって言ったら、この車、まあ、新車から、まあ、丸3年経って今4年目なんですけど、はい、やっぱりこういうところはその可動部なんでね、そうですね、油油分があると思うんですよ、ここら辺もね。でその油分がボディに垂れてくるんですけど、そのボディ側が、油分を含まない状態、そうですね、ボディ側にも油分があるとね、その油と油って混ざっちゃうから、それがあの落ちにくくなっちゃうんですけど、まあ分かりやすいので言えばワックスとかだったらそれに引っ張られちゃう感じですよね。そう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 、でも水性でしかも汚れにくいようになっているミテルガスのコーティング剤を施工してるんで、もうさーっと洗うと取れちゃうってことですね。そうですね、はい、これだいぶ実際汚れてんね、結構汚れてますよ ね、やっぱ東京から、東京というか埼玉から、愛知まで新東名とか走っていったんでね、やっぱ大型トラックも多いですしね。そうですね、交通量多いですからね。そうですね、で、まあ、向こうでも工業地帯みたいなところに行きましたからね、ええ、その工場もいっぱいありまして、黙々あのいっぱい工場も煙出してるような工場もありますね。そうですね、まあ、大気中の そういう汚れた物質はこう乗っかってるんですけど、でもこんなのね洗えば取れるってことですよ。なかなかここまで茶色い泡は見ないですけどね。そうね、今回結構そうすごいですね。これそれを落とすために何かでねこうゴシゴシしたり、なんかこうすごいコーティング剤をぬりぬりしたりしなくても、この洗えば取れる状態を作っておいてあげるのは、まあ、一番いいと思いますよ。そうですね、まあ、車もあれですけど、やっぱ食器洗いとかも結局こまめにやる必要がありますよね。そうそう、それが一番ですよね。でこのスポンジもね、このシャンプーとの相性抜群でですね、あの切れ込みが入っていて、この切れ込みに砂を、傷の原因になる砂をね、水の毛細管現象を使ってね、はい、取り込みますからね、とっても傷つきにくいですし、あとこのスポンジ、みんな、はい、実際持ってもらうと想像よりずっとこうなんかしとっと柔らかいって、柔らかいってみんな言うんですよ。そうですね、そう、もう絶妙なね、汚れは落ちるけど傷はつかない、絶妙な柔らかさなので、はい、もうこの組み合わせはおすすめで、こう細かいところもこの角が立ってるんで端まで洗えるし、ね、市販のあの黄色いスポンジだとくびれてたりします。そう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 、洗いたいところに当たらないみたいな、角が丸かったりもあれしますからね。浮きますからね。そしてねこのスポンジ、はい、さっきから裏表で使ってますから、そうですね、うん、交互に面を変えてますから、ね、そうするとこう2回洗えるんでね、こう綺麗になってるんですよ、はい、だいぶ汚れてんだな実は。だいぶ見た目では、ね、パッと見ではあれですけど、そうですね、すごい汚れてんだ。で、まあ、ビューティフルカーズのイージーグロスコートなのは、そんなに撥水がブリブリに撥水しないので、こういう汚れが均一にねついてるから、あんまり汚れてんのに汚れてる感じがしないんですよ。そうですね、汚い車を出してほしいっていうのはありますけど、汚れてるんですよこれね、意外と。そう、映像で伝わらないだけで実際汚いっていうのは洗って分かることはありますから。そしてこの下地にですね傷が、はい、傷がついてないんで、はい、
キラッとしてるんで、そうですね、キラッとしてるから綺麗に見えるんですよ。そうですね、おお、すすが、そう、もうこれもね、そんなにこびりついてないから、もうこの時点でなんかもうこれで落ちちゃうでしょ。炭鉱みたいになってる、ね、そうだね、スポンジが。そうですね、よし、これで純水で流していきます。そうですね、もうほとんど落ちちゃってるでしょ。ここだけちょっとね、スポンジちゃんと当たってなかったのが少し残ってるけど、若干ありますけど、でももうないです。もうないでしょ。でここもあの後でそのもう拭き上げの時にマイクロファイバークロスで、はい、あのイージーグロスコートナーを塗る時に綺麗になっちゃいますから。綺麗ですね。すげえ綺麗。ホイールが、ホイールっていうかそこの辺が綺麗だから、なんかもうすごい、なんかいつもにも増して綺麗。綺麗感な。4年目に突入した車とは思えないですね。そうですね。もうちょっとなんか街中の車はあれですね。傷まないですね、この洗い方。そうですね。はい、すげー終わりました。そうですね。でね、これが水道水だったら、はい、この水滴が乾くと全部シミになっちゃうんですよ。なっちゃいますね。水垢になっちゃうんですよ。だから急いでね、拭いたりしないといけないですし、まあ一滴たりとものね、残さないで拭かないといけないわけです。まあ結構現実的ではないですよね。そうなんです、実際ね。で、大きいなんかドライングクロスとかで拭いたりするとね、その摩擦でまた傷も入る原因になりますしね。そうですね。で、大きいんでね、あのこうすすぎながら使えないですからね。砂とかがあったらそれ全部引きずっちゃいますけどね。まあ純水なので、そもそももう急いであの洗う必要もないということですよね。もうこの時点ですごい綺麗ですからね。そうですね。で、一応ね、はい、このミラーね、さっき虫ついてたんで、ミラーとあとガラス、結構長距離走ってきたんでね。そうですね。わ、この辺もそれ虫がついて、ほとんどないんですけど、それ虫がついてそうなところをね、これコロイド洗浄剤です。まあ、コロイドを使うのはやっぱりあれですかね、はい、虫汚れに比べて、そう、弱いというか、その
虫汚れは虫汚れリムーバーはアルカリ性がすごい強くて、そうですね、アルカリの力で虫を溶かすんですけど、コロイド洗浄剤はそのコロイドっていうその微粒子で汚れを包み込んで浮かすみたいな落とし方が違うんで、コロイドの方がこういう例えば無塗装の樹脂パーツとかがこう油が抜けちゃったりすることがないんですよ、はい、むしろコロイドがですね表面をかえって保護してくれるというか守ってくれるような、そうなんです。なのであんまり汚れがひどくなかったらコロイドでも虫も落ちるので、そうですね、でこういう、ね、ゴムパーツもねこう綺麗になるんでコロイドはね優しい洗剤ですか、ね、そう優しいので、ね、虫汚れリムーバーでも綺麗になるんですけど、ちょっとこの油が抜けすぎたりもするんでね、そうですね、なので虫が結構がっちり固着しちゃってる時はもうほんとスポット的に虫汚れリムーバー使ってほしいですし、使い分け大事ですね、そうですそうです。で今このこすった面でそのまんまやるとこうね、まあ、カウルトップとかも拭いたからここに砂があると嫌なので、ちょっとすすいで、ね、でちょっと、まあ、面も変えてでこのままこすると摩擦が出ると嫌なのでこっちにもちょっと吹きかけて洗剤の力でね摩擦も減らして、でこの拭く時も優しく拭いてるんですよね。そう優しいね、これ本当にゴシゴシするとダメですよ。このゴムはねちょっとゴシゴシした方がいいですよ。ゴムは、まあ、ゴムはそうですね、傷がつかないですから、ね、傷がつかないですし、このゴムの表面のこのザラザラした部分の汚れをこのマイクロファイバークロスの毛足でかき取る、そうですね、ということなので、少し力を入れた ここもねこういう樹脂パーツもこの樹脂パーツのザラザラの部分の汚れをマイクロファイバークロスでかき取るわけだから少し力を入れた方が良くて、でこういう傷がついちゃいけない塗装面は優しい、本当に優しく、本当に優しくですね、取れました、全然取ってますね。でこの辺ももう虫ついてないんですけど、一応こうちょっと優しく撫でながらですね、あと言いながら今ちょっとこうついてたもんね、撫でながらこう目で確認していくとここもちょっとついてるね、あ取れた取れた、こればっかりは状況によりますよね。そうですね、ここもちょっとついてるからこう撫でながらね、これでも落ちなかったら虫汚れを使うような感じですね。そう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 、それがもう 大正解なんです。で、まあ、僕らはもう最初から分かるんで、あもうこんぐらいついちゃってたら最初から虫汚れでいこうかなとか、そうですね、これぐらいだったらコロイドで落ちそうだなとか分かるんですよね。ある程度見極めができちゃいますからね。そうですね、よし、こんな感じだね、だいぶ綺麗ですね。綺麗ですね。でちょっと高圧洗浄機、このここの作業場横幅が狭くて、はい、ちょっと流しきれてないところがありそうなんで、このシャワーでも流しますね。今使ったところも流し、もうねほら洗剤で洗ってんのになぜかこう撥水が気持ちよくなる、どういうことみたいなね。これ、 まあ、これはビテルガスのお店で施工する撥水、はい、ガラスの撥水やってて、あんまりバリバリに弾かないんですけど、これめちゃくちゃ長持ちするんですよ。これ3年前にやったやつまだ持ってるんですよね。3年前にやってこんなに持ってるのすごいです。そうそう、普通社品だったら1年持てば、そう半年ぐらいだね。そうですよね、うん、ワイパーの摩擦とかでもすごい落ちにくくて長持ちするんですよ。高耐久型ですね。そうですね。でこうやって今みたいに汚れを落としてあげると、こう表面の引っかかりがなくなるので気持ちよく弾きますね。気持ちよく弾くんです。雨の日の視界がめちゃくちゃいいんですよ。そうですよね、スピード出してたら、うん、飛んでいくし、もうワイパーいらないですよね。そう、あと油膜みたいな汚れも、まあ、つまりコーティングしてるわけなんで、はい、汚れがつきにくくてね、全然その油膜みたいなの気にならないんです。まあ、コーティングかけていただく方にはぜひおすすめしたいやつですね。そうですね、で今コロイドをしっかり流してますね。そう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 、コロイドだからね、本当流しやすいんですよ。そうですね、虫汚れリムーバーだともうちょっとねしっかり流さないといけないですけどね。そしてドアを開けた内側もね、はい、洗いますよ。
ちょっとさっきこんなにしちゃったんですけど、そんな真っ黒になっちゃった。黒いですよ。これさすがにちょっとやりすぎたかな。でもこれは別にマフラーのすすなんでね、傷の原因になりませんから、まあ、この汚れがそうですね、こっちについちゃうんだったら良くないですけど。そうですね。さあでここもね、こう水をかけてね、ここもよく洗ってると驚かれますよね。そうですよね。ここっていきなり拭いちゃう人が多いですけど。そうですね。それは結局ここにある砂をね引きずってここに傷ついちゃうわけ。ここも塗装面ですからね。そうなんですよ。でここがねやっぱり傷ついていくとこう艶が引けちゃってね、古びて見えちゃいますよね。見えますね。そう、しかも汚れもつきやすくなりますよね。で今あえてこの黒いところで洗ってるんだけどね、はい、全然黒い汚れこっちにつかないですね。そんな大したことでもないんですね。そう、しかもそのなんか油みたいな洗剤で洗ってるわけじゃないんで、はい、なんて言うんでしょう、ベタベタになってないんですよね。だもうみんな汚れはねこうなんて言うんでしょう、さらっと水で落ちるような汚れの状態に保ってるというか、まあ、そんな汚れしか基本ないんですよ世の中ほとんど。まあそうですね。そう、なんか高速道路走ったりするとそのトラックのなんか排気ガスとかいろんなものでその油膜がつくみたいなご主張をされる方も多いんですけど、まあ今まさにね高速道を走ってきた、高速走ってきて今洗ったら真っ黒だったじゃないですか。そうですね。そういうやつがそういう汚れなんですけど、でもなんかシャンプーでねささっときれいになっちゃうわけですよ。そこまで気になる汚れでもないですよね。そうなんです、そうなんです、きれいになっちゃう。だってそりゃもうなんかこれで落ちないような汚れがさ、何道路走ってるだけでついちゃうんだったらさ、まあ街中で歩けませんよ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。だからもうねよっぽど大気汚染ですよその状態って。それこそ公害みたいになっちゃいますよね。そうそうそう、なっちゃうんですよ。だからもしかしたらどこかのなんか開発途上の国とかね、昔の日本とかだったらそうだったのかもしれませんけど。そうですね、2024年の日本でその説はないでしょう。まあ厳しいですね、いくらなんでも。そうですよ、車の排気ガスだってどん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 きれいになってますからね、だん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 エコな車増えてきてますしね。そうそうそう、本当ね僕らが小さい時と比べても、はい、もう今の車の排気ガスなんて嘘みたいにきれいなんですよ。なんか最近の車ってなんか排気ガス臭いなとかあんまり思わない。思わないです ね, ね昔はなんかもうね僕なんか子供の頃すっごい排気ガス臭かったから、もう子供の頃匂いで酔うみたいなでも最近の車そんな匂いしないし、まあ、それで言ったら最近のディーゼル車なんて黒煙上げてるとこもう見ないですよねなんかこの前ある有名ジャーナリストさん、はい、ディーゼル車のずっとガソリン車と間違ってレポートしてたらしいけど、はい、そんなになってますからね。そうなんです、トラックだってそんなねよっぽど整備不良だったりしない限りもくもく黒煙上げて走ってないですよね、まあ、白煙は多いですけど黒煙はないですね。白煙か、白煙はよく見ますね。それ古いやつ、いやここ多分20年ぐらいだと思うんでそんな古くはないんじゃないですか。ああ、そう、白煙はなんかエンジン不調でオイル吹いちゃってる車は白煙なんですよ。 あれはオイル吹いちゃってるからベタベタになっちゃうんですよね。なるほど、やっぱあれそうなんですね、エンジンオイル。そう、思いっきり白煙吹いてるやつはね、思いっきり白煙吹いてるの見ますね。あれはね、あれは避難した方がいいですよレーシングカーとかでもエンジンブローするとブワーって白煙吐くじゃないですか。 あ、 もうああいう感じですからね。なるほど、ここもやっぱ泡溜まりますね。少しね、少しだけ。これそのまんまにしちゃうとダメですもんね。まあだんだん積み重なってくるとね、なんかなるかもしれないので、まあ、すすいであげた方がいいですよね。まあ、気づいた時にはやっぱ手遅れになってたりしますから ね、 そうですね、こういうとこは。さあ、そしたら、はい、拭いていくと。そうですね、はい、ここまで本当早いですね。もう そうですね、ホイールハウス1箇所分ぐらいですね本当にそのぐらいのスピードで。だから車のこの普通の洗車は楽なんですよ。そうですね、なんか別に手洗い洗車にそんな時間かかるっていうのは、まあ慣れてない人だったら分かるんですけど、慣れてそうな人でなんかすごい時間かかるのはちょっと
そうそう、何があるんだろうなっていう、余計な手順が多いかもしれないですね。そうですね、ちょっとこのやり方を真似していただければ。そうですね、これで十分でね、全然物足りないかなと、物足りなくなっちゃうぐらいだと思いますよ、うん、それこそこのようなサイズの車だったら30分40分でそう終わっちゃいますよね。今吹き上げしようとしてますから、ね、そうですね、吹き上げしていくので、この縁なしのマイクロファイバークロスに、はい、もう純粋でね、こうすすいでですね、これ洗濯してますからね。そうですね、最近すごいことをちょっと教えてもらったんですよ、はい、これを乾かすのに僕らってヒートポンプ式の乾燥機使ってるでしょ。そうですね、あんま温度が上がらないように。で、持ってない人がどうやって干せばいいのってよく聞かれてて、はい、まあ、陰干しするとちょっとなんか硬くなっちゃうんですよ。なりますね。ちょっと困ってたじゃないですか、はい、これね、洗濯終わって脱水が終わったらね、はい、乾かさないでしまっときゃいいんだって。あ、なるほど。よく考えたらだってまた濡らすんだもん。そうですね、ちょっと教えてもらいました。まあ、あれですね、プロから。プラスチック の, あの収納ケースに入れる方はいいですけど、木製のあれはダメですね。木製はダメですね。だからプラスチックの収納ケースにババッと入れとくとかね、まあ、皆さんね、ご自宅だったらそんなに大量、僕らプロみたいに大量に使うわけじゃないから、まあ、使わないです、ね、ちょっとジップロックに入れとくとかですね。そうですね、あの乾かす必要がないと。ないですね、言われてみると。で、最初だけよく振って、はい、ツープッシュ、これイージーグロスことナノナノですね、というですね、ビューティフルカーズのコーティング剤、あのものすごい被膜を作って長持ちするとかじゃなくてですね、あの逆にですね、全然持たないという、持たないというか被膜にならない。そうですね、まあ、大体一月ぐらいですよね、はい、そう、あの勝手にですね、汚れと一緒に取れていくと、あの残らないと。これがお手入れを簡単にしている一番のアイテムと言っても過言じゃないですよね。ナノ化したコーティング剤とね、はい、あとナノダイヤでですね、のミクロの研磨効果みたいなのでですね、表面がきれいになると、はい、例えばここ今ちょっと拭くと少し水しみみたいに見えるでしょ。ありますね、まあ、別にこのままでもいいんですけど、ちょっと気になるならここにちょっとシュッと出して、はい、ね、ちょっと力入れて、ゴムだからね、ゴムだからちょっと力入れて拭くとね、このほらなくなっていく、一瞬でなくなっていくんです。まあ、これは塗装面には、塗装面はむしろこんなにゴシゴシしなくても綺麗になりますからね。ちょっと面変えますね。そのゴムの表面のザラザラの中の汚れを取るために少し強めにこすったんですよ。そうですね、塗装面は平らですもんね、ゴムよりも。これなんか謎な汚れが。なんでしょうね、これ。これやっぱなんか長い間こう高速を走ってきたから、ここになんか謎の汚れが。あれ、これなんだろう。これはなんかウォーダースポットリムーバーで綺麗になりそうです。そうですね。これで綺麗になる時もあるんですけど、今なんないから、これはウォーダースポットリムーバーで綺麗にした方が良いんだけど、多分これ乾くと見えなくなります。濡れた時だけ見えるよ。あれあれなんか。あれというか、すげえシミになってるね。引っかかれたみたいなシミのつき方してますね。これはなんかかかった。なんかこれはあれですね。知らない間に、あのなんか水道水的な、水道水じゃないかもしれないけど、そのミネラル含んだものがかかった的な跡ですね。まあ、冷凍車とかあれも水垂れ流しですからね。いや、なんかなんだろう。いろんな要因がありますけど。結構ね、水たまり走ったんですよね。あ、そうなんです、ね。ちょっとじゃあ、さっさと終わんなくなっちゃってるんですけど、こういうのに対応しましょうか。大雨降ってたんで、はい、大雨の後だったんです。いろんなところに水たまりあったんですよね、はい、怪しいなと思って、はい、ウォータースポットリムーバー、これが水垢を落としてくれます、はい、めったに使わないウォータースポットリムーバー。この車ではあんま使ってるところ見たことがないです。そうですね、これをクロスに出してね、はい、ここ塗ると、お、なんかもう取れたっぽいような、ここ塗るとね、はい、どうなんでしょうね、全体的にもしかしたらなんか結構いるね。そうです、なんかちょっとじゃあしょうがない、さっきほとんどこんなことしなくていいんだよって言ったのに、こう塗ります。そうですね、はい、このクロスのね、この縁が硬いんで、縁は当てないようにしてください。そうですね、で縁なしのクロスにしようかなとも思ったんですけどね、はい、これ縁があった方がね、こうしっかりしてるんですよね。あ、
なんでちょっとあえて縁ありにしてます。まあ縁を当てないように今親指で押さえてますもんね。そうそうそう、こんな感じで塗ったら、はい、また戻ってですね。あ、でもなんかちょっと白く反応してますよ。そうだね、珍しいですね。珍しいですね。で、こう、なんでなんですか。あの、ゴシゴシしないで、力をあんまり入れないで、力あんまりじゃない、全然入れないで、こう回数でね、はい、きれいにしていくと。力入れちゃうと傷ついちゃいますからね。そう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 。で、こう拭いた時にそのシミがあると分かりますからね。そうですね。た時にシミなかなくこう拭けてたらもう取れてますから、ね、結構なんか知らないけど、ね、シミになりましたね。でここは虫の体液もあるんですよ。虫の、はい、でもここ本当に傷つきやすいからあんまり気にしないで、これ乾くと見えなくなりますからあんまり気にしない。じゃあ流しますか。流しましょうか。まあ使った後はこれで純粋で、そうね、しっかりすすぐと、しっかりね、もう水引きが良くなった。そう、そしてね、こうちょうどいいね、ここ今コーティングをしたんじゃなくて水しみを取ったじゃないですか。はい。そうするともう水引きがすごい良くなると。これが塗装本来の水引きですよ、ね、そうそうそう、何にもその引っかからない、ミネラル分にこう水が引っかからないからスーッと引いていくと状態なんですよ。この車は下地にコーティング、あのビューティフルガーズのお店でやるようなですね、コーティングしてないですから。そうですね、本当にあの皆さんと同じナノとプラスだけですね。そう、ディーラーのコーティングとかもしてないですから、あえてね、皆さんと同じ通販で買えるものだけ、イージーグロスコートナノとプラスだけで維持してます。おお、すごい綺麗になった。 OK、 まあ、今回はしっかり綺麗にしようってコンセプトなんでね。そうですね、はい、めんどくさいけど時間かかっちゃうけどできますね。大事ですからね、うん、水染み水垢は取れるときに取ってあげないと。そう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 、厄介ですもんね。そうなんですよ、その素材にもなんかこう食い込むっていうかね、クレーター状になっちゃって綺麗になりましたね。綺麗になったね。全然さっきと全然違うね。なんか少しあるけどなんかでも、うん、虫の体液ですか。虫の体液、それはそれで今度アルカリの洗剤とかで落としたり、はい、よくあるのはなんかコンパウンド入りのクリーナーみたいなのでゴシゴシこするとそれは綺麗になるんですよ、はい、そうですよね。でも間違いなく傷つきますから細かい傷が。そうですね、はい、でああいうクリーナーってそのポリマー成分みたいなのが混ざっ入ってるんで、その時はすっごいツヤツヤになるんですけど、はい、なんか後からすごい傷が目立ちますから、その瞬間は良くてもその後はってことですよね。そうなんですよ。そういうのを繰り返すとこういうふうにね、洗っただけでキラキラな状態にならなくなるんですよ。洗っただけでキラキラなのは洗車傷がすごい少ないから。そうです ね。と言ってもこれもその4年目なんでねまあ本当はそろそろ1回磨いても良いんじゃないかと磨いて硬化型コーティングしても良いんじゃないかと思いますよねまあ遅くても来年ぐらいに5年目ぐらいに1回ぐらいいいんじゃないですかそこで綺麗にしたらあと5年保てますもんね。そうです、ね、そしたら10年綺麗に乗れるってことですもんね。で、その先もまだ乗れるかもしれないです。10年経ったらもう基本乗り換えるのが今までの、まあ、僕的にはね、はい、12年ぐらい経つといろんなゴム部品が劣化してくるから、まあそうですね、乗り換えるっていうのが、まあ、今までの僕のおすすめなんだけど、この車はなんかあの過去の日本の旧車みたいに二十何年経った時になんかアメリカで人気出るとかなんかありそうだよね。ありそうですね、まあ、実際ラリーカーですからね。そうそう、名の知れてるラリーカーですから。ありそうなんで、なんかこれはいろいろお金かけて手間かけてなんか長くね、今でもそのなんだろう、
現役で走ってるシルビアの S13 とかさ、GTR とかみたいにさ、 あと昔のインプレッサーとかみたいにさ、ちょっと長く乗ってあげてもいいかもしれないですね。まあ15年後が気になりますね。乗ってるのか乗ってないか。そう、どうでしょうね。15年後僕65歳になってるけど大丈夫かな。まあでも確実に死んではないと思うんですよ。死んではない。65だとよっぽど運が悪くない。死んでる可能性は少ないと思うけど、それまでずっとこれ乗ってたらでもどうなんだろう。それ僕の人生的に満足なのかな。さあこれでね、今さっきこの黒いとこ、ほらもうないよ。もうないですよ。ないんですよ。まあ、意外と洗車って時間かかるので、この拭き上げだったりしますよね。そうなんですよ。でこれ別に純粋だからね、いらないんです、はい、別に拭かなくてもいいんですけど、これ拭く、まあ、水道水だったら当然ね、このままだとシミになっちゃうから拭かなきゃいけないんですけど、純粋だから拭かなくて良いんですけど、これ何のためにやってるのって言ったら、イージーグロスコートナノをコーティングしたいからです。はい。それによってまた次ね、汚れが落ちやすくなるんで、これは拭いてるというよりかはイージーグロスコートナノを施工してるってことです。なんかここも巻き上げた汚れですかね。いや、垂れたみたいなシーンがある。垂れた、少し。なるほど。なんかやっぱりなんか来たんだな。どうしよう、ちょっと後でやろう。まあ、そこもウォータースポットリムーバーですぐ消えない。そうですね、はい、謎の汚れが多いですね今回。ちょっとなんかあれですね、いや、なんか謎の液体かかってたからな。謎の液体というか怪しい水たまりを何度も通ったんで。まあ確かに水たまり避けれない時ありますよね。そう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 。いや結構なんかね、すっげえ水たまりいっぱいだったんですよね。はい。水たまりが道路全面水たまりみたいなところがあって、しかも結構工業地帯でね、何箇所もあったんですよね。水没してるじゃないですか。いや、なんか、いや、普通にアスファルトが欠けててボコンみたいな、ちょっと裏道みたいなところ通ってね。裏道は確かにそういうの多いですよね。そう、結構あったんですよね。ちょっと前をこう案内してもらってたから絶対ついていかなきゃいけなくてね。そうですね。あったんですよね。そっかそっか。でも、あ、ほらここもね、こういうことってなんか、それかトンネルの中とかでもこう上から水が垂れてたとかね、いっぱいあったからな。なるほど。トンネルの、ね、中でこう上から垂れてくる水って地下水ですからね。そうですね。ミネラル豊富だからね。この間関越道の下くぐった水垂れてましたね。ああ、そういう水はね、本当こういう感じで後になるんですよ。そうですよね。こんな感じで後になるのね。こう映るかな、こう拭くとこう、ここで、あ、いや、わ、ここ、これね、ね、拭いた時にこう残る、これが水しみですからね。で、ウォータースポットリムーバーで撫でて塗って、こっちも塗って、これでもう、そうそう、もうこれでなくなった。で、究極的に綺麗にしたいときはやっぱりそのプロの研磨。もう研磨は全てを癒しますからね。研磨しちゃったらもうそれが最高ですね。そう、ちゃんとした研磨したらね、あの、そうですね、変な研磨するとその磨き目がついちゃってかえってひどくなるけど、ちゃんとした研磨をすればね、綺麗になりますからね。この水引きね、この水引きを皆さん、あの、この水引きに慣れてくださいね。よくあるなんかパリプリンプリンの水引きじゃないですか。そうですね、バチバチに弾いてないですもんね。そうですよ。だってこれが自然なんですよ。これがもう塗装の自然な水引きなんですから。ディーラーコーティングされちゃうともう弾いた状態で見ちゃいますから。そうね、なかなかこれが本来だっていうのは知られてないですね。そうね、あとまあこう、なんでしょう、もう弾けばいいと思っ、弾くといいって消費者が思ってるから弾くコーティング剤を作るわけだからね。まあ売れますからね。そうね。何度も拭く必要ない、ね、どうせ純粋だからね。綺麗になった、綺麗になりましたね。綺麗になりましたね。
そして今度は窓とかですね、開口部とかも拭いていきますよ。これさっきホイールとタイヤ拭いたのに使ったクロスなんですけどね。そうですね。ちょっとこの黒い色がついてますけど、これはタイヤのね、ゴムのね、黒さであって、なんかタイヤワックスのギトギトがついてるわけとかではないのでですね。そうですね、まあ、別にね、このクロス使ってそのまま窓とか拭いてもね、なんか窓がギトギトの油膜になったりしないんですよ。で、今日はちょっと丁寧に洗う日なんで、こういう樹脂のパーツもね、水染みついちゃうんですよ、ね、そう、ここはちゃんとイージーグロスコートなのをちょっとしっかりつけてね、こう強めにこすって、でこういう細かいところも普段やらないんですけど、手を入れてねやってあげるとね、拭いてあげると綺麗になります。綺麗になりましたね。綺麗になるんですよ。で、ワイパーのゴムもしっかり、まあ、そう、ゴムも拭いて、このワイパーブレードもね拭けばね、綺麗になりますからね。で、窓ガラスもちょっとこう強めにこすってあげると、窓ガラスの汚れが取れて、はい、水はじきも良くなりますからね。これが自然な水はじきですねそう、そうだね。もう本当単純ですね、やってることは。別に難しいことやってないんですよね。誰でもできます。変わったこともしてないですよ。普通すぎてね、普通すぎてうさんくさいみたいなでも普通で良いでしょ。普通で良いんです、まあ、皆さん車洗うだけですから、ね、そうです、そうです。で、純水器がもう税込みね、29,480円で買える、そうです、時代を作ったんですけどね、僕がもうそんな風になってんですから、いろいろね、なんかいろんなものを取り揃えるくらいならですね、純水器を買ってですね、こっち最後、あ、ごめんなさい、順番が、ドアの開口部拭きます。まさにこの前ブリットさんに行って、ここね、はい、ここを作ってる工場、まあ、全部作ってる工場に行ったんですけど、ここのね、型っていうか、ここを作ってる工場に行って、ここ綺麗じゃないですか。綺麗です。そう、傷なくピカピカじゃないですか、はい、これってどうしてるんですかって言ったらですね、まあ、型からポンって抜くので、はい、まず型がの表面がツルツルであることが大事。なるほど。ツルツルな型からはツルツルな表面で出るから。そうですね。だから型の表面ね、やっぱ使ってると少しずつその傷がついてくるから、はい、型の表面をちゃんとポリッシャーで磨いて、ええ、型の表面をまずツルツルに保つこと、はい、で抜いてもなんかちょっと触ったりいろいろでこうちょっと傷ついたらちゃんとやっぱ磨いてるんですよ、ポリッシャーで、はい、ポリッシャーの磨き方がうまいな、バフ目とか出ないですかって、出ないなって出すわけねえだろみたいなで言ってました。だからこの素材はゲルコートなんだけど、表面がね、はい、ゲルコートの樹脂は塗装の樹脂より全然硬いから磨き方がちょっと違うと。このゲルコートを磨く磨き方で塗装を磨いちゃうと、もう塗装がひどいことになっちゃうと。なるほど。だから塗装は硬いとみんな思ってるけど、ここより柔らかい、なんかこっちの方が柔らかそうだけどねパッと見そっちの方が傷つきそうですよね。そう、塗装の方が柔らかいんですって。はい。で、それをね、あれですよ、そのブリットの皆さんはね、傷つけないようにね、ちゃんと、もちろん砂がついた状態で触ったりしませんよね、新品ですからね。まあそうですね、まあ、砂とかつけないように綺麗なところでね、ちゃんと下にね、傷がつかないような清潔な布を敷いてね、その上で丁寧にね、扱ってるんですよ、はい、なのになぜかですね、この車というものはですね、そのブリットのシートよりも10倍以上もね値段が高いのにね。そうですね。なんか砂がついたままね、はい、ゴシゴシこすっちゃう。おかしいですよね。おかしいよね。まあでもブリットの人たちも車にはそう思ってなかったみたいで、確かにって言ってましたけどねこんなにシートには気使ってるのに車はって言ったら、確かにって言ってました。まあ意外と気づいてないんでしょうね、世の中の人が。そうですね。だから本当に丁寧にね、傷つけないようにこう維持すれば、このように
傷つかないでずっと綺麗で、その無駄に艶を出そうとする必要もないですし、磨く必要も当然ないですし。そうですね、ずっとこれを続けてれば。そうそうそう、今4年目まで来ましたからね。そうなんです、まあ、あとは塗装自体が少しずつやっぱりその劣化はねしていくわけです。でそれを本来劣化させないようにするのがその硬化型コーティングであったりですね、まあ、このイージーグロスコートナノやプラスもそういう劣化を止める効果があるとは思ってるんですけど、はい、まあ、やってみなきゃ分かんないので、今この車が4年目で、もう1台あのカローラのカローラツーリングがですね、あれが6年目かな、あのテスト中です、はい、綺麗綺麗ですね、内側も綺麗だもん、なんか内側も綺麗だ、なんかバッチリ綺麗にするというコンセプトでやり出しましたが、思いのほか時間がなくてちょっと妥協してしまってるのが悲しいんですけど、これ見てる人からしたらなんかただ拭いてるだけだなんかエンジンルームをきれいに保つ方法って前あのアップしたらしましたね、拭いてるだけじゃねえかって言われるんですけど、言われちゃったんですけど、まあ特別なことすると思ったんでしょうね。だって純粋使ってこの拭いてるだけでさ綺麗なんですから、ね、まあそうですね、現に綺麗なんです。こことかちょっとヘラとか使ってちゃんと隅までやったらいいんですよね、まあ、だったらちょっとホコリたまりますからね。ちょっとやってみますか、ごめんなさいね、ちょっとやりますね、すいませんね。もうこういうところね、 手だとねここ入らないじゃないですか、届かないです、ね、そういうところはこうヘラに、このヘラ少し大きすぎますけど、もう少し小さいヘラでいいと思いますけど、ヘラにですねクロス巻いてですね、端っこをこう、これ尖ってないから端まで入んない、端っこをねこう拭いてあげれば端まで切れます。もうちょっとちっちゃいヘラ、ちっちゃいヘラがありますからホームセンターにね。そうですね、今ここにないだけです。なんでないんだ、ちょっとそうですね、はい、隅々こう拭いてあげるとすっきりしていきますよ。はいはい、さてそれ普段あまりやらないですが、この気流口とかですね、気流口もですね、はい、まあ、なぜやらないかって、綺麗だからやらないんですよ、まあ、別に洗ってなくてもこれだけ綺麗です、別に綺麗じゃんって話なんですね、まあ、でここはあんま洗いたくないですよね、あのガソリンタンクにね水が入ったら嫌なんでね、なんかたまに汚いのだったら洗いますけど、そう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 、まあそれはもうしょうがないから洗いますけど、基本はあんま触りたくないところなんで十分綺麗ですからね。砂が多いところを拭いたらね、はい、こう砂を洗い流してくださいね。そうしないと傷ついちゃいますから、ね。そうです。でもうあのさっき一回イージーグロスコタナを塗ってるんで綺麗なんですけど、まあせっかく綺麗にしたんでこのまま走るとこの水滴が飛び散ったら嫌だなと思って、今走るんでねちょっとささっと拭きます。うん、久しぶりにガチ洗車しているこれは綺麗ですね。まあ今もねこう拭いてるけど完全には拭けないじゃないですか、ホイールの奥とか。そうですね、だから本当これさ水道水だったらどうすんの無理です、ね、無理なのよ。で昔は、まあ、僕も当然純水使う前は、はい、まあ、これを少しエアブローしたりして、まあ、裏なんてそもそも気にしてなかったんですけど、はい、だから今思えばあの頃は水しみだらけだったと思うんですよ。まあそうなりますよね、こんなにすっきりしてなかったもんだってこれ異次元のすっきりさだもんね、うん、10年以上前はもうそうなりますよね。そうだったな、それがこの純粋使うようになってからもうすっきりさがレベルが変わっちゃったもんな。
さっき来てたお客さんたちも本当に車好きな人たちだったけど、あれ全然違うなってずっと言ってたから、でいや力入れてないんでだけですよって言ったら、そういうことかって言って、結局掃除って力入れれば解決するって思っちゃってるところはありますよね。そうですよね、意外とそうでもないですよ、ね、そうでもないんですよ、そうでもないのです。 であとちょっとこのステルクロスで、はい、あのマフラーね、そうですね、うん、マフラーも別にイージーグロスコートなので何でもイージーグロスコートなので全部使えますね、全部使えちゃう、いや綺麗で、これさっき水結構入れたんでね、この太鼓の中にね水が入ってると思うんですよ、はい、そうですね、だから、まあ、走って乾かしてあげようかなと思ってます。でさっきシャンプーだったんでね、カーシャンプー、このうちのカーシャンプーそんなすごい弱いので別に中に入ったって大丈夫だからやっちゃいましたけど、よくここすごい強力そうなシャンプーでこうガスガス洗ってるけど、あれそのシャンプーこっちに入っちゃったらこの中のステンレスグラスウールとかをねやられちゃいますね、スチールウールかとかをねやられちゃったら爆音になりますからね、本当気をつけた方が良いですよイージーグロスコートプラスですね、はい、このイージーグロスコートなのはさっき言ったみたいにこういうふうにきれいにする効果があるんですけど、そこに汚れをつきにくく、さらに汚れをつきにくくするにはイージーグロスコートプラス、そうですね、それのおかげでさっきの虫汚れは簡単に取れましたもんね、そうそうそう、で、まあ、ナノに使ったイージーグロスコートナノに使ったクロスでも全然汚れてないからこれで良いですと、はい、でプラスをですねこうシュッとシュッと吹きつけたらですね、もうめちゃめちゃ広い面でいいんで、薄く塗ればいいですから。めちゃめちゃ広いです。めちゃめちゃ広くて大丈夫です。でこれはですね、フッ素ですね。はい。フッ素が入ってます。フッ素。フッ素化合物ですね。テフロンですね。テフロン加工のフライパン。ありますね。とかと同じ成分が入ってまして、でそれが汚れがつきにくいってことはですよ。はい。塗装面にもつきにくいわけです。そうですね、それをつけるためにちゃんと工夫された配合になって入ってます、はい、まあ、液状フィルムとかね、そのくっつけるためにね入ってますよ。コンセプトとしてはまあ現代のワックスっていうかねワックス塗ってツヤや手触りを楽しみたいんだったらこれをね、はい、使ったらいいですよと。お客様目線で言えば現代のワックスですね。そしてプロ目線で言うと私たちがやる硬化型のコーティングに近い効果を、まあ、硬化型じゃない柔らかいコーティングなんですけど、柔らかコーティングで、同じような近い効果を発揮させたいというコンセプトで作っています、はい、発揮していると確実に言わないのはまだこれができてからですね、はい、まあ、長期テストでまだ6年ぐらいしかしてないのでですね、分かんないってことですね普通だったらもうなんかどん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 新商品出てきます6年だったらもうそろそろ次の商品でしょみたいな話ですけどね。そうですね、グラフェン入れましたとかね、全くそういうのないですからね。そうそう、まあ、ちなみにグラフェン入れてみたりしたんですけどね、はい、よくわからないってことですだってグラフェン入れたら、まあ、グラフェンが発生するわけじゃないですからね。グラフェンってつまり炭素分子の紙みたいな薄っぺらい結晶ですからね。だからそれを入れたからなんだって話ですよねまあ極論そうなっちゃいますから、ね、そうなんですよ。まあ、フッ素はねそのテフロン加工みたいなものはね、はい、まあ、体に害がないということで鍋とかにフライパンにも使われてますし、使われてます、ね、当然そのいろいろな機械のねその部品とかにもねたくさん使われてますから摩擦を減らすっていう意味でね、はい、
もう使われてますからね。まあ明らかに効果があるものですよ。これでもう施工終わり。終わり。ここで終わりです。そうそう。そしてここからは、まあ、村にならないようにちょっと空拭きでね。はい。まあ、これぐらい薄く施工してたら村にならないんですけど、こう空拭きで。レベリングしてあげるというか、まあ、村があるかどうか確認しながらね。村があれば、はい、こう撫でれば取れますから。これも本当に力入れずにね、優しく優しく。空拭き傷つきやすいですからね。そうそうそう。でもこんぐらい優しくね撫でてれば傷もつかないですよ。いつも通り綺麗になりましたね。もうすごい綺麗ですし、なんか全部がキラキラしてますね。いつも通り綺麗です。ちょっと今日ね気合い入れたから、このゴムも綺麗だし。そうですね。ね。まあ、そうですね。ここも綺麗だし。足回りあそこまでして洗車するのもなかなかYouTube の動画探しても。そんなに多くないと思うんですよ。そんなに多くないし、たまにあると泡かけてブラシでゴシゴシ、ね、シャカシャカやって、でなんかその後ツヤ出しをゴシゴシ塗るみたいな動画がありますね。はい、できました。いや、綺麗ですよ。綺麗です。綺麗です。なんかいつもよりちょっと綺麗な気がするなんか変にギラついた綺麗さじゃないですね。そうですね。自然な。毎回毎回この状態に戻りますね。でここもね全然残ってないですからね。そうですね、はい、筋が。そうですね、まあ、今日は謎のシミがついてたんで、はい、ウォータースポットリムーバーでパッと綺麗にするところが見てもらいました ね。 で、 あれもやっぱり下にイージーグロスコートナノとかプラスがあるから余計取れやすいっていうのはあると思います。そうですね。でイージーグロスコートナノもプラスもですね、ウォータースポットリムーバーで除去されるようにできてるんで、はい、ということはそれがこうあったらこうそれが除去されると汚れと一緒に除去されて余計落ちやすいですからね。はい、はい、というわけでですね、今日はガチ洗車ということで、はい、足回りきれいにして、そうですね、それに続いてボディもきれいにしました。はい、でまあガチ洗車なのでいつもより少しね少し丁寧、ほっとくとですねあと1時間ぐらいかかるんですけどそうすると撮影も大変なので、でもいつもより綺麗にしました。シミもねたまたまついてたんで落ちましたし、そうですね、とてもすっきりしました。参考になったんではないでしょうか。はい、はい、今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知の方をお願いします。コメントもお待ちしております。次はね室内、もう室内も全然ほとんどちょっと掃除機かけるだけみたいな感じでずっと維持してて、窓もね前に拭いたのいつだっけ窓ほとんど拭かないんですよ、汚れないから。まあそうですね、そう窓って別に汚れないので僕タバコ吸わないし、はい、でもとはいっても最近ちょっとこう 窓が全体的にこうふわっと汚い感じがしてきたんで、窓を拭いたり室内をしっかり拭き掃除したりしていきたいと思います。はい、はい、ではまた次の動画も楽しみにしてください。